ジュリア・ネルソン・クロスビー・ジュリア・ニルソン・クロスビーは、横浜共立学園の前身、共立女学校と共立女子聖書学院の前身、改正伝道女学校を創設した女性宣教師の一人である。シュワレオ・アイスを初めて和訳した人物。1833年父ウィリアム・エイチ・クロスビー、母、ジョセフィーヌの長女として、ニューヨークに生まれた。父親は、 ラトガース大学のラテン語とギリシア語の教授であった。ジェームス・ハミルトンバラからの日本への宣教師、派遣要請に応じた米国夫人、一致外国伝道協会の宣教師として、1871年6月25日に39歳のクロスビーは、ルイーズ・ピアソン、メアリー・プラインと共に来日した。3人は8月28日に、横浜山手48番地に、 バラの家屋を借りて、アメリカンミッションホームを建設した。創立時クロスビーは会計と書務を担当した。クロスビーは、ホーム開設当初からピアソンと銃に、子供や生徒に授業を行った。子供たちのために、大坪昌之助,助の助けを借りて、ヤソラブズミーを翻訳した。同年の第1回在日宣教師会議で、その翻訳が発表された。 1872年には山手212番地に移転した。移転を機に女子教育の専門の学校を設立することになった。1875年に教立女学校と解消された。横浜山手212番地にあったアメリカンミッションホームとプライン、ピアソン、クロスビー1875年にプラインが健康を害して帰国すると、 クロスビーが二代目総理になった。プライン、ピアソンと共に、横浜山手40番地で父牛を飼育して、自家用の牛乳を生産した。選挙医 DB ・シモンズと共に、日本人も牛乳を飲むように指導奨励した。1894年には、小笠原で6ヶ月間伝道をした。協立女学校の校長が、不在の時は女学校の責任を負った。 女学校の校長にクララ・ルーミスが就任すると1915年に引退した。1917年10月に男女校賞を授与された。1918年リューマチの悪化により衰弱して7月4日に死去した。葬儀は7月6日、教立女学校行動でクマノース7の四式で執り行われた。遺体はルイーズ・ピアソンの隣に埋葬された。 ありがとうございます。